2002年日韓ワールドカップの足が速い選手ランキングトップ10という動画を以前投稿しました。ワールドカップ後に発売された WEIRE6 ファイナルエボリューションのデータを参照した結果、1位はオーゲンでした。しかし世界には不運にもワールドカップに出ることができなかった選手がたくさんいて、オーゲンを超えるスピードを持った選手がいたかもしれません。ということで裏2002年日韓ワールドカップのスピードランキングトップ10を作成しました。それではご覧ください。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション。ネダーランズ、ボウデビン・ゼンデン、チェルシー。パス。第10位ゼンデン、前に送って、スピード90、加速力92、合計182ポイントです。高い走力を持つオランダ代表の左利きのプレイヤーです。攻撃的なウイングの選手でありながらサイドバックもこなすユーティリティプレイヤー、そして柔道の達人であり黒帯を取得していることでも有名です。皆さんご存知の通り、2002年日韓ワールドカップはオランダは出場権を逃したため不参加、スター選手が揃っていただけに非常に残念でした。ネダーランズ、マルク・オーフェルマウス、バルセロナ。第9位オーフェルマウス、スピード92、加速力90、合計182ポイントです。またもオランダ代表のウィンナーがランクインです。切れ味鋭いドリブルを武器としたプレイスタイルで、ロッペンが出てくるまではオランダのドリブラーといえばオーフェルマウスというイメージの人が多かったのではないでしょうか。ワールドカップには1994年アメリカ大会と1998年フランス大会に出場、オランダ代表として86試合出場、17ゴールという記録を残しています。ウェールズ、ライアン・ギグス、マンチェスター・ユナイテッド。いいですね。第8位ギグス、スピード89、加速力93、合計182ポイントです。足の速さとしなやかさを合わせ持った左利きの左ウイング、トップスピードに乗ったらディフェンダーはもう置き去りです。ウェールズ国籍のギグスですが、もしもギグスがイングランド国籍だったらということを多くのサッカーファンが当時話題にしていました。マンチェスターユナイテッド一筋で24年というすごすぎるキャリア、紛れもないレジェンドです。イタリー、エンリコ・キエーザ、フィオレンティーナ。第7位キエーザ、スピード88、加速力94、合計182ポイントです。2000年頃のセリエ A を見てた人はその凄さが記憶にあると思いますが、キレッキレのキレッキレで得点を量産していました。このままいけば日韓ワールドカップにも選ばれそうでしたが、不運にも大きな怪我をしてしまいました。現在息子のフェデリコ・キエーザがイタリアを代表する選手として活躍。走り方、キレのある動き、思い切りの良さが父親の面影とかなり重なります。この親子どっちの方が足が速いのかとても気になります。イラン、ネフデイ・マハダビキア、ハンブルガー SV。 第6位マハダビキア、スピード92、加速力91、合計183ポイントです。豊富な運動量で疾走しチャンスを生み出すサイドプレイヤー、右サイドであればウイングからサイドバックまでこなします。ブンデスリーガで10年以上プレイし、イラン代表としても96年から2009年までプレイしました。日本代表とも何度も対戦しているので厄介な選手として記憶にある人多いと思います。岡野のゴールで勝ったあのジョホールバルの試合にも出場していました。ユークレイン、アンドリー・シェフチェンコ、AC ミラン。第5位シェフチェンコ、スピード96、加速力89、合計185ポイントです。この時代の AC ミランの絶対的なエースストライカーであり、その鋭さからウクライナの矢という愛称で大人気だったシェフチェンコ。しかしそんな世界最高峰の選手を擁するウクライナ代表をもってしても、2002年日韓ワールドカップの出場権を獲得することはできず、
ヨーロッパ圏内でワールドカップ予選を勝つことの難しさを物語っています。この前世紀のシェフチェンコをワールドカップで見ることができなかったのは残念ですが、4年後のドイツ大会で念願の初出場を果たしました。フランス、ディディエ・アガテ、セルティック。第4位、アガテ。スピード97、加速力89、合計186ポイントです。2000年代のセルティックで活躍した選手です。3号2の右ウイングバックでプレーし、そのスピードと身体能力を武器にサイドを突破し、アガテからのクロスを決定力の高い2トップのラーションとハートソンが決めるというのがセルティックの得点パターンの一つでした。良い選手なのですが、フランス代表歴がないのであまり知られていないかもしれません。いよいよトップ3の発表になりますが、その前に11位から30位の選手を一気にご紹介します。11位、ハッセルバインク、オランダ。12位、エウベル、ブラジル。13位、サビオラ、アルゼンチン。14位、ヒューウェル、オーストラリア。15位、アルベラーゼ、ブルジア。16位、ワレンティエラ、コロンビア。17位、ネスマチニー、ウクライナ。18位、オジグエ、ナイジェリア。19位、オドンコール、ドイツ。同率19位、ゲルガー、チェコ。20位、ショル、ドイツ。21位、ディバイオ、イタリア。22位、ケジュマン、ユーゴスラビア。23位、レブロフ、ウクライナ。24位、イリエ、ルーマニア。25位、ズボフ、ウクライナ。26位、ベラミー、ウェールズ。27位、ボラーロ、コロンビア。28位、ピレス、フランス。29位、ニューマン、オランダ。30位、アモローゾ、ブラジル。それでは、トップ3の発表です。ウェルジム、エミール・ムペンザ、シャルケ。第3位、エミール・ムペンザ。スピード96、加速力90、合計186ポイントです。俊足で有名なムペンザ兄弟の弟です。本来エミール・ムペンザはベルギー代表として日韓ワールドカップに選出される予定でしたが、不運にも直前で怪我をしてしまったため出場が叶いませんでした。本大会では日本にとってベルギー代表は初戦の相手でしたので、もしエミール・ムペンザが出ていたらこのスピードはかなり脅威だったことでしょう。コロンビア、キンタラ。第2位、キンタラ。スピード93、加速力96、合計189ポイントです。大変申し訳ございません、この選手存じ上げません。身長168センチメートルの小柄で、左利き、左サイドバックと左サイドハーフに適性があり、ご覧の数値のように足の速さが異常なほど高く設定されています。ウイーレでキンタラという名前になっていますが、もしかしたら本名はキンタナかもしれません。いずれにしてもネットでいろいろ検索してもわからなかったので、もしご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。ナイジェリア、ティジャニ・ババンギダ、ピケッセ。第1位、ババンギダ。スピード99、加速力94、合計193ポイントです。昔のウイーレで一番足が速い選手といったらやっぱりスピード99のババンギダ。2位と4ポイント差で圧倒的1位です。そんなババンギダですが、日韓ワールドカップのナイジェリア代表には選出されませんでした。この頃は30歳手前で所属クラブのアヤックスでなかなか試合に出れず、
レンタルでチームを転々としていたようです。ウィーレではスピード99ですが、もしかしたら実際は多少衰えが来ていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。やっぱりスピードナンバーワンはパバンギダでしたね。ちなみに2002年日韓ワールドカップに出場した選手の中で一番足が速いのはオーゲンでした。オーゲンは合計192ポイントなのでパバンギダとわずか1差です。次回はフラ2002年日韓ワールドカップのフリーキッカーランキングの動画を投稿予定です。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション。